すいません、録画もしておらず、早くしてもう一度説明します。今からやるクラブキャンディーアイの、番組のおつまみを作っております。今日は、テレビで私が情報をゲットしたパスタで、ポッキーのような感じのパスタスティックっていうおつまみを作って、材料はパスタと、今回はバジルの粉末のバジルです。と、あとお塩で、バジルが苦手な方はお塩と、青のりですとか、あと、ガーリックパウダーとかで味付けしても OK です。で、こういうふうにパスタを2つに折ったものをボウルに、水張ったボウルに入れて、水にくぐらせて、お皿、耐熱皿にアルミを敷いたものに、バラバラに並べて、トースターで2分です。で、白い、見てて、2分なんですけど、2分3分ぐらいを見てて、白いプクプクが出てきたら、出来上がりという感じです。で、一応もう時間になったので出来上がりということで、お皿を出しますが、ちょっと多分パスタの密集度が高すぎて、でもね、意外にね、いいのが来る。いいんだよね。なんか、気分が。うまいの、気分おかしい。馬なのに。すごいバジルのいい匂いがしております。なんかこれ多分ネット検索でやっぱ、おお、美味しそう、やろ美味しそう。こんな感じで、こんがり、パスタスティックで多分検索したら出てくると思うんですが、大丈夫。醤油味とか、いろいろなんかこう、いろんな味が楽しめる。お砂糖のバージョンもあったね。甘いバージョン。おやつみたいな感じも、できるみたいです。どう？キャンディー試食中。おいしい？いける？鳥だよ。いける。表情全然わからんけど大丈夫？マイクを近づける。カメラより。カメラじゃなかろう。近づける。音声をお届けいたします。あ、音めっちゃ入ってるかも、これ。というようなサクサク感のおつまみが出来上がりました。おいしい、おいしい。これ、めっちゃおいしい。バジルが、むせておりますが。バジルが、もうちょっと多くてもいい。あ、ほんま。意外に、香りだけ。濃くてもいいと思う。濃くてちょうどいい感じ。あ、ほんま。めっちゃ口に突っ込んで食べよるけど。ほんとに。いい香り。バジル、いってもいいんじゃない？あー、そうかもね。ちょっと、もうちょっと多くてもいいかも。あ、すいません。あー、トワイライトさん、こんばん見て、12分前だわ。こんばん。落ちる前では見てくれてるかな？いつもありがとうございます。じゃあ、とりあえず、はい。移動しましょうか。はい、移動しますので、このままでいっか。このままでいくか。え？いや、一瞬だけ切ろう。一瞬切ります。カメラの位置を。一瞬切ります。はい。あ、パンダマワンさん、5番です、馬。そのままで、そのままで、場所を移動しまたおま願いします。